日本ハム新庄監督、ドジャースファンにブチギレ。試合をテレビで観戦していた新庄監督はドジャース VS パドレスのとてもいい試合で優雅投げてる時にドジャースファンが選手にめがけグラウンドにボールを投げたり、缶ビールみたいなものを投げ試合が中断してしまい優のモチベーションを壊してしまってることに腹が立って仕方がない。ダルビッシュは再開後の投球で先頭打者に四球を与えながらも無失点で抑え、この回でお役御免となった。国とリーグは異なるが、頂点を決める戦いは日本の NPB でもスタートする。新庄監督はこれから日本でも CS が始まりますが、ファイターズファンの皆さんたチームのファンの皆さん絶対の絶対に選手のモチベーションを狂わすようなことはしないとは思いますが、どうかよろしくお願いしますと呼びかけた。サンキュービッグボス。正論。元はといえばドジャカスが悪いからな全ての原因。ちょっとコメント欄荒れててくさ。ドジャースサイドが悪いか。ダル長いことメジャーいるけどドジャースファンは本当に素行が悪い。こんなこと言われるくらいやし。大谷が加入したせいで持ち上がられてるけどドジャースとか巨人と阪神と SB の悪いところ掛け合わせたキメラだからな。今回ドジャカスがしたことは完全に一線超えてるからパドレス側には相当な上場酌量の余地あるしね。まあでも来年になればまたリセットされるから。パドレスかわいそうだわ。頑張ってほしい。新庄がメジャーにいた頃は外野に BB 弾がよく転がってた。当たってはないけどって言ってたからまあまあ観客層やばいわ。90年代暗黒阪神を経験した男だ面構えが違う。選手が客煽るのもとがめとけ。ご視聴ありがとうございました。